さあ、新しい朝が来たぜ。希望の朝だ。朝じゃねえけどな、うん、まあ、ずっと夜に近いよね、これ。食中毒が治った。一応ね、あの後ちょっと頑張って鉄を集めて、ここかな、一番右奥かな、鉄装備をね、一式かける2作ったから、これをみんなで分けよう。全員分、全セットはね、揃わなかったから。どこ欲しい？ 2個までね、1人2個。体持っていくんじゃない？体が一番初めになくなった。おい、ちょっと待って、今これ2個までって言ったらさ、あの俺以外が全員パクって俺ゼロになんじゃねえ。あれいい、俺この金のやつもらおう、金のやつ。金は硬いけどすぐ壊れんだよね。なんでそんな強いんだよ、金は。え、その代わり耐久がないんだよね、金は。2個取っていいの？なんかエンチャントされてねえ、それ。そう、だってボスドロップだもん。でも4、瞬力4しかないからそんな強くないで。キンキラキンや。なんか全裸っぽい。キンキラキン。おい、ヘルメットしか余ってねえ。大丈夫、ヘルメットがあれば即死はしない。マジかよ、俺ヘルメットだけ。ヘルメットだけでいいんじゃん。まあこれで即死は免れるな。うん、ヘルメットがあるから。じゃああとはお肉を6個ぐらい持とうかな、俺。6個あったら探索1回分ぐらいは。肉はないで。右端。そうか、右端か。で、あとはピッケルと剣、鉄の剣すらない。鉄があと2個だけ残ってるかな。これ鉄の剣にしちゃうか。鉄の剣を持つということはあれだよ。剣立てだよ。ピッケル。ピッケルくれよ。ピッケルは、鉄ピッケルは一応持ってるけど、鉄そんなないからね。ほとんど武器に使ってしまった。ダイヤ掘ろうぜ、ダイヤ。松明結構持っていった方がいいかな。松明ね、結構大量に作った覚えがある。どこある？あった。あった。1人30個ぐらいは持っといてほしいね。ナーガを倒して魔術師の塔を1つ攻略したんだよね。だから、一応次的には3つ目のダンジョン。うん。どこ？どれ？アップ開いて、うん、左の2個目の、トークンにあるリッチの頭あるじゃん。左の2個目の魔法使いの頭の、まだ奥の、下にさ、ちょっと白いもやっぽいやつあるじゃん。ある。なんていうかな、ちょっと濃い大地の、ちらっと見えてる。どこの友達ほど濃くはないみたいな。なんかちょっと白いゾーンがあるでしょ。あそこが、ラビリンスっていうダンジョンになってて、お、どれのことじゃ。次行くのがそこ。よし、じゃあ、よし、じゃあ行こうか。一応そういう。地図を見てる人を映すつつ。よし、行こう。俺にも見せて。あれ？地図を持て。あのさ、地図がぐるぐる回ってる、コンパスがおかしいで。地図がさ、うまく機能してないっていうか。どういうこと？何も映ってない状態。こっちじゃないんだよね。こっちなんだな。ちょっとラグかったね。ラグいな今、うん、こっちか、みんな飛んでるわ。どっちだ、向いてる方向がわからない。なんだって、地図の左のあのなんだ、王冠かぶってるやつの遠い方の下の方、うん、遠い方の2個目のやつの王冠の下の下、下らへん、こっちだ。下らへんなんもないけど、なんかあんの。行ったらいい。白いなんかあるでしょ。白いなんか粒にゃんと、もやっとしたね。もやっとした。ちょっとラグがあって、あれか、いや、ラグいことなってる。すごいラグいですね。あれか、これもうちっちゃいの、もうちょいだな、これこれ、あ、みんなちゃんと地図一回開いて更新しとこうね、地図で、真ん中に赤いさ、大地あるじゃん、赤い目のボスっぽいのもいるよね、うん、あの大地に入るのにここクリアしないといけない。というか、ここら辺じゃないの、あれどこにいんの。ミノタウロスが突っ込んできてるんだけど。ミノタウロスが、ほんとだ、ほんとだ、やばいやばい。ワンワンがいる。あ、これミノタウロス、ミノタウロス、すげえラグってるけど。あー落ちた。みんなボコ、もうちょい下じゃないの、白いのって。あ、ごめん、誰か殴った。あれ、俺たち見失ったね。見失ったっていうか、やつら落ちたのか。あ、倒した。終わった。何も出さず、もうちょっとこっちっぽいね。こっちじゃないの、
この奥じゃないもん。あ、いた、ここだ、いたいた。え、金色の人が来た。金色、俺目立つよ。違うんだけど、ここだ、ここ。おばさん、反対走って一挙。そう、俺の方だ。行き過ぎ？もうちょい先か、先か。見つけた、見つけた。目立つだろ、金色で。横に行くときは誰か一人目立つ人を用意しておくのは基本だよね。あの、背の高い人とか。どうしようか、死んだ場合とか。何あれ。あー、ベッド欲しいな、ベッド。結構距離あったな、ここ。巨大な水蓮をゲットしたぜ、やったね。ベッド持ってきてないな。ちょ、何これ、あの、上がれないんだけど。おい。ほら。羊もいないな。ぐだるから、どうすっかな。ベッド。ここは勘弁してもらう？何、虫がいるぞ、なんだこれ。ベッドが今から6個増えるってことかい？うん、いや、1人1個あの所持しとくのはどうかな。甲冑だ、甲冑。いいアイデアだね。じゃあ、そうだね、ダンジョン前にベッドを並べれるように1人。あ、甘えるか、ここは。甘えようか、無駄るし。じゃあ、ちょっとデバッグモードに切り替えます。だからあれでしょ、もう一箱の2匹ベッドって感じで6個。多分ね、あの死んで戻ってくる画面見てる人結構しんどい、だるいよね、うん、じゃあ入り口前で頂上にするこれ掘ったらいいんじゃないこれ。ベッド6個ね。このまま下降りていっても、うわぁ、ちょっとぶん投げるから拾って途中で落ちるぞ、うん、あ、入り口前でセーブしようね。上は危ないわ。拾ってってね、投げるか。一人で行く。ゲッチゲッチゲッチ。2個目取らなかったか、今。3個。取った。4個。置いてくれればいいんだけど。2個取ってしまった。別に置けや、自分に並べよう。いいよ。デバッグモード終了します。やばい、俺が連続で死にまくったのがバレる。死亡録。高いところから落ちまくっているのがもろバレなんだけど、ログで。よし、よし、セーブだ。ここで、あ、ベッド壊さないでね、うん、これは置いていく。ダンジョンが終わったら回収して、うん、そうそうそう。じゃあ、どうする、上から行くの、下から行くの、どっちが正しい？下からかな。え、下からなの？私は上からまあまあ、あの、セーブしたからいいけど、ね、いやいや、ここ入ってもらったら分かると思うんだけど、なんか、もっくそ空洞空いてると思うんだ、うん、あ、行った。あ、なんか食らったぜやつ、壊せねえし。てか、クマさん、それ別にツタだったら、ツタに。というか、下に雲がいるな。ツタってどうやって降りる？正面から行こう、正面から。上からは危なそうだ。ここ、降りるしかないんだけど。どうやってツタに、ツタにジャンプしながら全力で。いや、ツタは裏から回った方がいいか。安全だな、この方は。何これ、下降りてってる。下降りていくしかない。なんでそれができたんかが分かんない。普通に後ろ下がりながら、だから S で戻りながら降りた瞬間に W をしてゆっくりで、タカちゃんがその後階段作って。これ横道あるけど、横道はどうなの？そこはただの空洞だと思う。いや結構、はいはい、あね、床がなんか変なブロックのとこはラビリスなんだよ。ミノタウルスいるね。こっちこっちいるぜ。いてめっちゃ聞いた。何ゆっくりタカちゃんが階段作ってくれてんのに、なんでそんなことしてんの？これね、階段ね、作れねえわ。こっからね、降りるしかない。あ、やばいやばい、狙われてるわ。みんなで一緒に降りるか。じゃあ行くぜ。ほら、あ、なんか殴ってもだ。俺殴られた？よし、後ろ後ろ後ろ。あ、後ろ。おお、匠。何狙ってんのこれ？メイン立て、メイン立て。あ、俺ヒットポイント5しかない。俺だ。よし、分かった。タクミすげえ。穴がいたぞ。タクミ壊したぜ、地面。うわ、は、裸の牛のおっさんが絞っても父は出なさそうなおっさんがいる。2個の当たり。絞っても父は出んぞ。違うゲームだ。このね、どっかにね、ボスがいるから、そいつを倒す。生の身の、いや、それだと分かりやすいな。どうする？帰り道一応作っとく。階段作っとこうか。いつでも逃げ帰れるように。だから目印ないとね、あの、どこか分かんなくなるから、ちょっとね、分かりやすい出口の。あ、頭打った。作り方間違えた。いけ。瞬間に変えた。バックドロップ食らってるやつがいる。あ、いや。スポンブロックあった。やべやべやべ。なんだこいつ、走るの早いぞ。どこだどこだどこだ。
走ってね、戻って今あの走って突っ込んでくるから。痛い牛だからね、まっすぐ突進してくる。倒した。よし、とりあえず帰り道は作った。やばくなったらここの階段登って上に。飯食おう。オッケー。ちょっと。牛が来た、牛が来た。ひたすらもうもう聞こえるけど。牛だから。わあ。よし。これのだいぶ登りやすくなったろ。準備 OK。じゃあ探索行くが、俺ちょっと鉄の剣にスポンブロックあったよ。スポンブロッカーも徹底的に潰した方がいい。みんなついていけばいいんか、これ。そうだ。あとたまにね、お宝部屋とかあるから。その時は殺し合いしたい。ソロで移動したらガング受けるの分かってんだろ。みんなで固まって動くのは基本だよ。ちなみに明らかな、なんていうかな。見えてなんかいる。なんかいる。おお、溶岩。この溶岩何？吹き出る溶岩。ほっとけばいいよ。なんかいる。何これ？かわいい、かわいい。かわいいけど。かわいい。めっちゃ分裂してる。迷宮スライム。え、何これ？スポンブロック2つ目？壊れねえ、これ。豚のスポンブロック？壊せるでしょ。こうアイテムがある。結構ね硬いよ。壊せる。鎧いただき。じゃあ鎧分けてやれよ。TNT TNT。今日まで鎧着てねえやつ誰だ。着てないよ。リュービーいやリュービーはまだいい。多分大丈夫だから。あ多分カーグ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 いないぞ。あいついない。ソロ行為はダメだって。どこだ。一人で行ったら死ぬって。ミノタウス5匹ぐらいに襲われて。1個、はい。タカちゃんが、なんか狙ってる。あ、ありがとう、ありがとう。なんか色ついてる、伝説級。ここにもある。取れた。壊れねえわ。それピッてるじゃん。草やで、草。防御力がどんくらいかは知らん。すごいぶっさいくになったぜ。我慢しなさい。おお、なに？神？牛乳が。めっちゃ爆発してる。なんか爆発した。あれ？え、何があったの？トラップに引っかかったね。なるほど。てっきりタカちゃんが壊れねえ壊れねえって言うからさ、もうめんどくせえ。後ろいるじゃねえか。爆発してやれって思ったのかと思って。何これ。火薬がある。いた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 。ちょっと明かりを取ってよかった。ミノタウスの突進4マス食らうの。なんかすげえ、リュービーこれあげるよ。頭しか装備してねえから。確かに。ダサ。ナイフのダサい装備。緑。何それどうしよう。あ、こっち行こうか。みんなこっちだ。振り向いて。結構ね広いからね、もうガンガン進んだ方がいいと思う。こっち行こうぜ。こっち固まっていこう。固まってコウモリいるから。あ、君ら宝箱を無視してどこ行くんだ。宝箱あんの。持っていかれた。もう回収されたのかと思って持ってったわ。え、だってあいなんか鉄格子に囲われたの。コウモリ殴ろうとして昼夜を殴るみたいななりそうで怖い。あるある。明かり明かり。あ、加賀くん、加賀くんこっち、はい、加賀くんどこだ。どこだ。あ、こっち戻ってきたけど。これに着替えなさいよ、これに。何それ。その鎧のおそろ。あ、鎧のおそろが。で、その足をね、劉備にあげればいいと思う。お前何その熊さんの鎧、なんか強そうなんだけど。あげます。加賀くんの姿見てくれよ。加賀くんもう俺腰と頭つけたらさ、クリーパーになるんじゃね。そんな気するよね。これもそれもそれもあるか。鎧着てない人いる？いないよね。大丈夫。誰か伝説の鎧いる？何伝説の鎧？伝説の鎧いる人。呪鉄メール。鉄メール。はい、鉄メールの性能いいからだ。皆さん体力減ってるけどお腹減ってない。大丈夫？あ、匠やったっけ？変なやつが踊ってる。ちなみにどっちの方が強いかは知らない。俺守備力4しかないから意外に弱いんだよ。頭余ってる人あったら欲しいな。頭と足か。ここどうする？地面作りながら進む。誰か土とか安物持ってる人いる？これ行ったって戻るだけじゃん。クリーパーが。さっき一直線の道あったで。こういうめんどくさいとこじゃなくて。このゲームは道を順番に。なんか道があるのか。下？ここスタート地点だ。あ、スタート地点戻ってきただけか。そう。あれ、ここの奥が松明だらけなんだけど、これは何？罠？ね、いや、松明補充してください的な。あ、じゃあ回収しとこうか。痛い。雲が。みんな松明回収。いや、あのね、ところどころこういうとこあってね、結構広いからね、松明不足するんだわ。あ。雲がいる。落ちた。え？こっち行きませんか、誰か。
松子ね。あ、ちなみにまだね、10分の1も進んでない感じ、うん、なるほど。じゃあ落ちたらガワ君、ちょっとガワ君、ここまで、ここまで来て、ここまで来て、でここで足元にジャンプしながら、あのジャンプしながらブロックを置いて、ブロックを足元に置く。そう、いけた、いけた、ありがとう。この匠は二度と出れないな。広い広い、 あそこに入ったら、あ、めっちゃ広いよ。 あいつ分裂するやつ。みんなどこ行ったの？名前の付けで微妙に分かる。ここここ ここ。あ、分裂した。あの宝箱庫のとこじゃん。あ、剣が、剣がなくなった。そう、みんな揃っていくか。話バラバラになっちゃうもんな、一緒に行ったと。あ、やばい、しゅうやさん切りそうになった。あぶね。まだよくある話。そこはためらってはいけない。私は一向に気にせんよ。私は一向に気にせんよ。ただ、後ろには気をつける。だんだん進んでいってね。この奥かな。ここが結構。この奥ってどの奥？名前ガンガン進んでいく。おお、コウモリだらけだ。コウモリは攻撃してこないからね。あ、そうなの。おお、でかいでかいでかい。コウモリは来ないの。この辺で確か牛が太陽に出てったような。あ、これ。なぜ体罰を。なんか戻ってきたよ。戻ってきたね。やばい、無限ループしてる。じゃああと右か。この右のルートがまだ。こっちには道あるね。このルート行ってみようか。ここ。ここ。ブラ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 。みんな自由だな、本当。誰もついてきてねえもんな。みんなここだ、ここ。あ、そっち行く。みんな瞬間移動して消えてっちゃうんだ。いや、ここ、あ、あ、これ宝箱、宝箱、宝箱ある。これ罠くせえな。罠くさかったらね、よく観察したらね、焼かれちゃう、焼かれちゃう。ショベルで叩くのはやめるぜ。ピッケルでいいのかな、これ壊すの。鉄格子はピッケル。おお、なんか向こうは向こうで大変なことが起きてるんで。痛い。あ、逃げた。ある。どっか行った。爆発の音したぞ。あ、逃げろ。クマさんのそっちか。よしよしよし。いやー、死んだ。あ、何が？ミノタウ。叩き。あ、ミノタウだ。カズ、行ってらっしゃい。こういうことだ。ほら、行ってこいよ。金のリンゴ。あ、また。本物かよ。卑怯だもん。牛乳。さて、どこ行こう。いた。呪鉄インゴット。いや、行かせな。回収しておこう。かせ。あれ？あ、TNT なかったのか。本物だった、ここ。ラグもいいよ。スライム分裂する。箱ごともらってる。おいおい、悪魔さんだ。おお、一枚用から閉じちゃうよ。一マスにしとくから自分でジャンプして帰ってきて。こうやって道をしっかりしておかないと分かんなくなっちゃうからね。また、あから、あった、牛が捕まってるんだけど。あの、まだ入り口だからな。これね、してる。スライムがここにどんどん、ここに増えていくんじゃね、最終的に。よし、おったから。あ、クマさんの感じが。本当に進んでいかないと。え、ここの何、回復の泉みたいなところの中はあんの？あ、まだ。あれ、ここ乗れるんだけど、この水。おお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 。まだ宝箱あった。宝箱回収してる。ここ、ショウヤの後ろ、反対。ショウヤハンターですからね。はい、これ、消滅した。まだね、これ、一回言うんだから。こっち。1階なん、広いね。これね、2階部分もあるから。溶岩。あら、こんなところ。あ、池がないのか。あ、宝箱。やばい、ロードの問題がなかなか壊れない。上にトーチベリーあるんだ。こう、溶岩気をつけてね、後ろ。一緒に溶岩が。開けた瞬間、溶岩が来るやつじゃない、これ。硬いよ、ね。後ろから流れてくるのか。バカッとわーみたいな。そう、嫌な罠だな。一応これで通れるだけは割れたから。あれ、壊れない。壊しても再生するみたいな。爆弾は見当たらんな。はどうだ、大丈夫そうだ。これヨガ止めれるかな、その柵で。さあ、スケスケだから絶対流れてくるよ。あるんだろうね、サボテン。あ、なんだ、鍵の戸籍とかいうのがあるぞ。微妙なんしかない。下掘ればいいのかな。掘れないでしょ。硬いでしょ。なんか悪いな、やっぱ。まあしょうがない、プレイできるんだったらいいじゃないか。あれ、全然進まないね。俺が途中突っ込んだところがないな。どこやった？壁の向こうとかは何もないの？掘れんのか、壁。特に掘れるっぽいけど、なんか。南側輪っかしら出てくけど。あ、何これ、迷宮ウェハース。迷宮ウェハース。ウェハース。なんかそれ聞くとさ、はい、この迷宮の名物お菓子みたいな言い方だったけどさ。まあまあ、ウェハースが販売中です。そんな感じじゃない、要するに1枚60円で。一応探すしかないな。白い恋人的な
行き止まり。戻ってきた。ないぞ、どこも。いや、まだ北川全然調べてないでしょ。北川。北川、暗いとこ。虫の声がする。まあ、外雨降ってんだけど。まあいいか。うわ、走ってる。またはまった。やばい。こっち側とか全然やってないでしょ。あ、ほんと、こっちくらい、こっちくらい。よし、みんな、ここ行こう。もうって音、聞こえたぞ。ここ右か。お、出て出て、なんだなんだなんだ。暗い。敵を無視していくな。なるほど。音。ここ何もなかった。びっくりくらい何もなかった。もありだね。これは明かりのある方へ。ここ何もないから。こっち側も。あ、明かりで行け。いや、めっちゃ明かりついてる。こっち行ってないよ、こっち。止まりか。あー、もう来たんだ、ここね。壊れね。こっち？石が壊れ。なんか石すら壊すのにやばい。そっかの。対牛用に俺は木を構えてるから。こっちめっちゃ広いから。あれ回ってきた。降ってきた。うわ。雨が降ってる。ないね。ない。多分みんながもう行ったとこか。ここ。こっちだ。みんなこっち。後ろ後ろ。こっちの奥だから。危ない。牛がおる、牛が。名前が遠くに見える。うん。こっちも真っ暗だな。住んでってこっちから行こうぜ。まだこっちも埋まってないから、こっちの方が先っぽいから。あ、もう録画組が先行けって、俺が先行っちゃ意味ないからさ。俺こっちこっち、クリーパーと牛がいる。俺はいつでも行けるぞ。みんな戦おうぜ。行くぞ。ほら。任させよう。クリーパーの音がする。牛が金の剣持ってる。強奪だ、強奪だ。金の剣をよくせ、金の剣をよくせ。繋がってるぞ。あれ、レアドロー。あ、え、あれ？え、逆側ある。あれ、ここ。あ、ここ入り口か。あれ？こっちも真っ暗だ。そうね。よし、基本的に暗い方向進んでいったら行ってないから。ああ。いないいないいない。いや、牛か。ここ来たな、ここ来たな。名前が遠くに見えるからこっちの方かな。約2名迷って全然いないな。何もないで、なんか歩いてループして終わりそうな気がする。何これ。あの水止めようか。止めるわ。頼むわ。流れていって。爆弾で相手の方から来てる。あ、一周してきただけじゃね、これ。もう真ん中だから。お、無理やり壊した感ある。あ、ここアイテム。よし、壊そう。雨降ってる。おい、本当だ、雨降ってる。ひどい。あの、宝を目の前にした欲望深い盗賊が壊すっつったろ。合流した。あの、武器もね、結構いろんなもん入ってたりするから。よし。爆発は大丈夫だ。爆発避けると宝パクられるな。迷宮ウェハーついたとき。うわ、名物おかしい。迷宮ウェハー。名物おかしい。何かの五石って何？鍵の五石。とりあえず持っとこう、わからんから。あ、さんが自然回復、リジェでかかってない、リジェで。なんだこれ。これいけんじゃねえ。これから2階への道。2階、2階。ちょっと俺もう、明かりないんだけど、明かり。松明こっちこっち。松明倉庫あった。松明倉庫あった。どこどこ。あ、ほんとだ。ちょっと俺これ回収して。これ松明倉庫なんだ。回収しといて。あ、ミュウさんが言ってた、あれなんかいっぱいあるって言ってたやつ。あ、そう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 、誰か来たんかと思った。うわわわわ、今タカちゃんが行ってるとこが。で、誰か階段よろしく。そうだね。トレイン、トレイン、トレイン。あ、スライムめっちゃいる。下トレイン中は勘弁してください。あの、運営に通報しますよ。そこからもう飛び降りるしかないね。スライムたくさんいんな。行くぞ。